やめとくぜ。てめえはやりづらいからな。なわけねえだろ、ボケ。信長、少し黙れ。密かいくつか質問する。答えられないものは言えないでいい。死に合ったさらわれた秘密というのは何だ。団員の能力。それは何人だ。7人、いや8人か。相手の能力は言えない。相手の成り形は言えない。お前と相手との関係は言えない。なるほど。赤目の客、鎖野郎は最低でも2つの能力を有する敵だ。一つは羽毛銀を捕らえた時の能力、もう一つは密かの言動を縛っている能力。後者の能力は掟の剣という表現から察するところ、相手に何らかのルールを強いるものだろう。ここからはさらに想像によるが、密かの体内には敵が仕掛けた何かが埋まっている。物々交換で差し出すとあるにもかかわらず、さらうのでは前後の文章が食い違ってしまう。これは掟の剣が密かを攻撃するという予言を暗示させるため。ああ、いいよ。やっぱりいいよ。あなたは、絶対にあなたは、僕がやる。